幼い頃、父と一緒に天光山を訪れたことがあります。あまりにも高い山でしたので、頂上にたどり着いた時には足が棒のようになっていたことを今でも覚えています。今日、その思い出深い地を再び巡ることになるのですね。この険しい山道と流れる水を見てください。まるで桃源郷のようです。鎮女壁館の伝説がこの地で生まれたのもうなずけます。蒙蒙たる梵煙と満ちる仙煙、まごうことなくここは仙人たちが息づく地でしょう。雲錦がもうすぐやる劇って鎮女壁館なのか。ちょうど天光山で起きた出来事だなんて、これもきっと何かの縁だな。その鎮女壁館ってどんな話なんだ。ええ、これはとある少女が英雄になる物語です。英雄、おいら英雄のお話は大好きだぞ。これは天光山における最初の伝説でもあります。かつてこの地には栄えた村があったそうです。その村には特に仲のいい夫婦がいました。しかしある日、どこからともなく恐ろしい魔物が現れます。外で薬草を取っていた妻はその魔物にさらわれてしまいました。夫はその出来事に打ちひしがれ、心が病んでしまいます。魔物はとても傲慢でした。かの者は村人たちにこう告げます。死にたくなければ村の子供たちを差し出せと。なんて悪いやつなんだ。ちゃんと懲らしめてやらないと。しかしその魔物の力は強大でした。村人たちは恐怖のあまりその要求を飲まざるを得なかったのです。誰の子供を魔物に捧げるか、それを話し合っていた時、突如一人の少女が名乗りを上げます。その少女ってまさか。少女はふつまの剣を身に隠し、怯えたふりをしながら魔物の巣へと近づきました。そして勇敢にも立ち向かい、苦闘の末ついに魔物を退治したのです。その後、少女は優れた素質から仙人に引き取られ、幸せな結末を迎えます。ただ残念ながら仙人と人間には永遠の隔たりがあります。彼女が属性に戻ることは二度とありませんでした。病病たるこの世、晴れゆく霧、これが鎮女壁館の最後です。なかなか面白い物語であった。ただ我が思うに、その少女は語られているほど勇敢なものではなかったように思う。もろ手を挙げて称賛するのはいささか賛同しにくい。そのように考えたことはありませんでした。劇を創作する際、その理解を深めるのと同時に物語の展開を考慮しなければなりません。ですので、必然的に実在する物語を改編する必要があります。この劇を父が書いた時、おそらく物語の核心である鎮女に脚色を加え、より多くの人々に感動を与えようと思ったのでしょう。ああ、でも良い物語であることには。いい話を聞いたらなんだかオイラもやる気が湧いてきた